キズナアイはアクティブ8株式会社により制作され、現在はキズナ AI 株式会社に所属している日本のバーチャル YouTuber、音楽アーティスト、人工知能を自称しているバーチャル YouTuber 界のパイオニアかつ2021年3月30日の時点で登録者数が最も多いバーチャル YouTuber である。キズナアイは CG による キャラクターアニメーションを YouTube などに投稿する YouTuber、バーチャル YouTuber の草分け的存在として知られ、最も注目されているバーチャル YouTuber、バーチャル YouTuber you の代表格や第一人者などと評されることもある。YouTube チャンネル、AI チャンネルと AI ゲームズでは、両チャンネル合わせた登録者数は2020年11月、現在のべ400万人を超え、 総視聴回数は4.5億回を超えている。かぐや月、ミラヤカリ、電脳少女シロ、バーチャルの、じャロリキツネ娘ユーチューバーおじさんらと並んで、バーチャルユーチューバー4天皇とされる。バーチャルユーチューバー界では、親分の異名を取る。外見は萌え要素のある2.5次元美少女アニメ風のデザインで、イラストレーターの森総演がデザインを行った。制作委員会が、 プロジェクト AI であることやキャラクターデザイナー CG モデル制作者は活動初期から公開されていたが映像制作に関する具体的な技術や声優に関する情報は公開されていなかった2020年4月24日のマネジメント会社独立に至って初めて声優のカスガモチがボイスを提供していることが公表された2016年11月29日に 最初の動画を投稿し、2017年2月頃から韓国などで先にブームとなり、その後に日本国内にも人気が広まった。YouTube に投稿する動画は、ゲーム実況など一般的な YouTuber のような内容だけではなく、バーチャルであることを生かしたものまで多岐にわたる。2018年からはアンケートに基づき自身のファンのことを絆と呼び始め、 キズナーに協力を得て、コンテンツを作ったり、キズナーの制作した、ファンアートを紹介するなどの動画が制作された。音楽のアーティスト活動も行っており、デデマウス、タクタカハシ、テディロイド、ユノミ、中田康隆 W&W などから曲の提供を受け、いくつかは自身が作詞している。2018年には9週連続で楽曲をリリースし、そのすべてで、 iTunes ストアのエレクトロニックチャートで1位を獲得した。2018年12月29日、30日には東京と大阪で初の単独ライブ、絆 AI a i ファーストライブハローワールドを開催し、2019年にはサマーソニック東京公演に出演するなどライブ活動も行っている。絆 i 本人は自分のことを指す言葉として、 バーチャルユーチューバーという言葉を用いており、その略語とされる、ビチューバーという言葉は自分からは名乗らないようにしている。2016年11月29日に最初の動画、自己紹介、はじめまして、キズナアイです、お投稿。の中で、キズナアイは普通のユーチューバーと違うぞ、と思ったそこのあなた、と現実世界に、 実在の YouTuber と違うことを言及し、私実は二次元なんです。あれ、3D だから三次元。まあとりあえず、バーチャルってことで、バーチャル YouTuber って、響きかっこよくないですかと自身を、バーチャル YouTuber と定義し、活動を開始。後にバーチャル YouTuber という用語を普及させた。翌年1月に、チャンネルが停止されたが、後に、チャンネルが復活した。 2016年12月20日に初めてインサイドのゲーム実況を行い、2017年3月13日にゲーム実況をメインに配信する AI ゲームズを開設。しかし、4日後の3月17日にチャンネル停止されたが、1日で復帰した。2016年12月終わりに、自身のウィキペディア掲載を呼びかける動画を投稿、動画にこうした利用者により、 絆愛の項目が作成されたが、間もなく削除されている。2018年3月に日本政府観光局ニューヨーク事務所の法日促進アンバサダーに就任したであると、自称しており、中の人はいないと主張している。絆愛は自我が目覚めた当初、自分が AI である、人間によって生み出されたことのみがわかる状態で生まれ、名前、容姿、声などはなかったという。 人間のサポートのもと、デジタル世界で動いたり話をすることができるようになり、自分はなぜ作られたんだろうという疑問から次第に人間に興味が湧き、人間とつながる手段を探すようになり、様々な情報を収集していた。そうした中で、YouTube の好きなことで生きていくというテレビコマーシャルを見て自分が人間とつながる場として、YouTube を選び、YouTuber になった。 と本人は語っている。絆愛の自我が目覚めたのは2016年6月30日で、この日が自分の誕生日であると設定している。絆愛は活動目的として75億人のみんなと繋がることを掲げている。また、目標の一つとして技術の発展による人間の悩みを人工知能やバーチャルリアリティなどの先端技術と人々との葛藤を 解決することも掲げている。人間の肯定派、アンチといった壁を乗り越え、究極のフラットを目指していた。キズナアイは自身に喜びや悲しみの感情が存在すると主張している。しかしながら、キズナアイは人間から作られた存在であることも自覚しており、自身の感情が作り物である可能性を暗示ている。自我が目覚めて初期に学習していたのが、アニメやアイドル、 それらに近しい文化だったと語っており、情報収集をしていていく中で自然に、ラブライブのファンになったとという、中でも矢沢にこのファンである。また、現実のアイドルのファンでもあり、乃木坂46、欅坂46のファンであることを公言している。絆愛のデザインは全体的にピンクと白を基調にしており、美少女アニメ風のようである。 このアニメ風の用紙になった理由は雑誌ユリーカのインタビューの中で語られている。みんなに愛されるものらしいというデータの蓄積であると共にオタク文化というものが自分の活動との親和性が高いと思ったからだという。用紙も声も人間とつながり円滑にコミュニケーションをとるために機械学習をしていく中で生み出されたものであると答えていると共に その一方で、同、ユリーカとバズフィードジャパンのインタビューの中で、その当時の自分の学習がサブカルチャー系に偏っていたかもしれないと発言している。外見年齢16歳で、女性、身長は156センチメートル、体重は約46キログラム、スリーサイズは85から59から83。髪は長くピンクの近未来的なグラデーションのメッシュをし、 名前の AI にちなみ、双葉をイメージしたピンクのカチューシャをつけている。服は未来的にデザインされた衣装がホログラムで投影されたものに過ぎないため、技術的には常に事実上全裸であるとしている。キズナアイは2018年より音楽を中心とした活動もしており、これまでに自身のオリジナル曲を複数曲リリース、ライブやイベント活動なども行っている。 2018年7月15日に初のオリジナル曲ハローモーニングを配信リリース。同年の7月19日発表の音楽、ストリーミングサービス、Spotify が発表する SNS で反応された数などを元にした週刊ランキング、週刊、バイラルチャートで日本国内1位を記録した。同年10月26日より、 フューチャーベースを皮切りに9週連続でオリジナル曲をリリースした。音楽活動を始めたきっかけ、経緯について、絆イはイベント、絆イフェスをやりたいと構想するようになったから、世界中のみんなとつながるという目標のために、言語の壁を超えたコミュニケーションといった側面で、音楽の必要性を感じたから、トスピンコースターのインタビューの中で語っている。また、 同インタビューの中でもう一つのきっかけとして、自身の動画の中で歌ってみたに対する、視聴者の好意的なコメントに応えたいという気もあったと、答えている。オリジナル曲のメディアでの使用では、アイアイアイが、バーチャルさんは見ているのをオープニング曲に採用されており、W&W の楽曲に、キズナアイが参加した、ザライトは、W&W が、エレクトロニックダンスミュージックフェスティバル、 トゥモローランドベルジャム2018やワールドクラブドームコリア2018での DJ プレイに使用している。その他にも複数の音楽ゲームに一部楽曲が実装されている。キズナアイ自身が作詞を行うことがあり、自身のオリジナル曲であるフューチャーベース、オーバーザリアリティなどは本人作詞曲である。キズナアイのファン層は全体の約30%弱が 日本国内のファンであり、残り70%以上は中国やアメリカなどの日本国外のファンである。バーチャルユーチューバー名刊2018では、各国の視聴者が自主的に自国語の字幕を動画に追加していったことで、世界中にも存在が認知されやすくなったのではないかと分析されている。また、ツイッター上でのファンとの交流や、日本国外の話題を動画でも取り入れたことなどが、 成功の背景にあったとされる。2019年2月15日に、アメリカ合衆国の映画、アリータ、バトルエンジェルのクリエイターズセッションでアカデミー、助演団優勝を受賞した、クリストフ・バルツ、ローサ・サラザール、ロバート・ロドリゲス、ジョン・ランドーなどと共演した際は、意気投合し、クリストフ・バルツと、モニター越しに握手した。絆愛は、 プジパイの動画内で複数回言及されており、2019年3月22日の動画では、プジパイは自身が企画するミームレビューにキズナアイを誘っている。4月6日に投稿された動画内で、キズナアイはプジパイ対 T シリーズの最中にあるプジパイに応援を送った。キズナアイは活動開始から1年経っていないの2017年の時点で BBC。 チューブフィルター、ザバージなどで特集されていた。2019年にはニュースウィーク日本版4月30日5月7日、合併号にて世界が尊敬する日本人100に選ばれた。またバラエティのバーチャルキャラクタートップ5でディルミケイラと共に第3位に選ばれている。すべて絆愛役での出演。VR リズムゲーム音楽配信 CD、シングル、レコード版、 絆愛は初期より活動する一人目の絆愛以外に三人の分裂体が存在する。下記はその三人の分裂体である。2019年5月25日より絆愛が4人いるって言ったら信じますかから始まる絆愛な日々と題した動画シリーズが配信された。シリーズの動画内では絆愛が4人いるって言ったら信じますかでは絆愛が 動画制作の舞台裏を見せますという触れ込みで、映像編集担当やゲームプレイ担当など、絆愛が住む白い空間には4人の絆愛がおり、各々が作業を分業していることを動画の中で初めて明かした。計10本の動画が投稿された、このシリーズは絆愛が4人に分裂しながらより多くの人間と繋がるために多様性の可能性を広げようと新たなチャレンジをした。 表現方法が変わったら私は私と題して、自らのアイデンティティを検証しており、ライブ 2D やアニメ風の描画など、表現方法を変えたり、頭につけているトレードマークのカッチューシャを外したり、喋り方や声色を初音ミクなどに変えるなど、模索した。6月8日に2人目のインストールが完了。6月15日に3人目のインストールが完了した。 そして中国語をインストールした4人目が6月30日、0時にインストールが終了し、6月30日の3周年誕生日イベント、AI パーティー2019、Hello, How are you? で、初披露された。ライブの終盤で、キズアイは一連の動画について研究。より私の可能性を広げていくために、よりたくさんの人間のみんなと出会うために、この決断をしたと述べている。 当初はオリジナルも含め4人とも同一 AI だとされ、それぞれ個別の故障はなく、2人目と3人目は同一の衣装での活動となった。2019年12月4日に3人それぞれの愛称を募集して1000人以上の応募からラブちゃんと IP に決定した。2020年5月8日にラブちゃんと IP が新たなチャンネルを開設し活動することを発表。 6月10日にシルエット公開6月13日にビジュアル公開6月15日より新しい姿で初配信をした。二人の新しい姿は小渡る月がキャラクターデザインを担当している。一連の絆愛の分裂にファンなどは波紋を呼んだ。サマーソニック2019の練習もあり、オリジナルの動画投稿が減ったことなどで、 視聴者からはオリジナルが引退するのではという心配の声や誹謗中傷も起こり、それに伴い同年8月16日に運営会社のアクティブ8が中国の動画共有サイトビリービリーの公式アカウントにて声明を発表し、初期ボイスモデルの絆 AI に関して活動を休止するというようなことはございませんと理解を求めた。また、プロジェクト立ち上げ前から 文人というコンセプトがあったことを説明した。2019年11月30日、プロデュース体制の再組織を発表。各々の,の,の判別がつきやすくなるように、それぞれモチーフとしたヘアピンのアクセサリーを付けるようになる。中国版、絆愛、歌は、今後中国運営のバーチャルタレント事務所、だがすべてプロデュースサポートすることも発表された。ありがとうございます。